明智光秀の理想に島左近、柳生宗則、長宗我部元親らが共鳴して団結。山崎の決戦で光秀は羽柴秀吉に勝利し、優しき世を築く決意を新たにした。対して柴田勝家は織田信長の妹お市を織田家当主に奉じ、光秀と対立。信長の盟友徳川家康もお市を支持し、光秀の天下を阻む姿勢を見せる。光秀は己が志す天下を築くべく、お市の居城美濃岐阜城へと軍を進めた。岐阜城の戦い。敵は織田徳川の連合軍、戦場は岐阜城です。皆さん、どう戦を進めていきましょうか。天下の決戦、小細工した方が負けるでしょう。力攻めが吉だとは思いますが。なるほど。敵は大量の将兵を抱えてこもってる。兵糧攻めってのもいいんじゃないかね。そうですね。あるいは城内に患者を放ち敵を混乱させるか。面白そうです。父上、岐阜城から見下ろす城下町は、それはとても壮大なのじゃ。後で散歩でもしましょう。戦わずして勝つのが最善だと。さすが歴戦の勇士ですね。では皆さんの意見を汲んだ作戦で参りましょう。奮闘を期待しています。ちょっと、どう動けばいいか全然わかんないんだけど。はぁ、船頭が多すぎますね。光秀さん、戦のたびにこれじゃ話になりませんよ。そうですね。ではこうしましょう。皆で順番を決め、順々に作戦を立案してもらいます。軍師当番制って感じですかね。ええ、基本的に当番の軍師の策に従ってもらいます。皆一角の将です。誰が軍師になってもきっとうまくいくでしょう。水取り量を抑えるのが定石か。やってみせる。任せておけ。はい、はいと。任せると。奏でる。行きますか。補給を断って、
岐阜城を兵糧攻めするよ。まずは信号砦から起こそうか。我が子にしてくれるわ。ここから本陣を狙っていたのに捕獲後。守っとけって言われたけどよ、長様の代わりがいいのにじっとしてられっか。進軍開始。開門。情に生きる男嫌いではない。はい、俺が相手をしよう。ごめんなさい、戦わねばならないの。噛むもんね。慎重に勝負いたせ。一度城内に戻り立て直す。砦が手薄になったようですな。今のうちにいただきましょう。半蔵、中央砦を奪還せよ。勝家殿も喉元を抑えられては危うい。砦に潜入せよ。任せておけ。ボリデは抑えた。お給料は立たせてもらうよ。援軍を投入します。要所の守りに当たらせてください。味方援軍。やはり砦を取り戻しに来たか。当然やすやすとは渡さないけどね。敵増援。秀吉様が狙われてるみたい。本陣の前で追い返してあげましょう。敵増援。来たか。これで岐阜城も持ち直す。急ぎ参ったゆえ、残りは後ほど。それまでに補給路の安全を確保いたす。お見事にございますな。戦国最強の少女ミラ兵が到着したようです。どちらを先に撃つべきでしょう。ミラ兵を優先しましょう。城に入られちゃう。兵糧攻めが水の泡だ。
薬神光秀が勝参れ本母切りにて葬ってくれん。兵糧を運び入れる算段か。まあこれで補給路は立てたね。開門、進軍開始。私が願う世ではなかった。故に信長様に背き、自らその世を作ろうと。誰もが優しく皆が信じ合える、その世が私の望みなのです。みんな弱い事のために
殿は行かれたというのか。柳生無念、お主はなぜ光秀と共にいる。乗りかかった船だからかな。石の船であろうと進ませたくなる。家族を失った悲しみ、私たちにもよくわかります。おいつさん、よかったら私たちにも加勢させて。どこのどなたか存じませんが感謝します。敵増援。ここまで来よったら織田家臣最後の意地見せつけようぞ。彼らの意気に武を持って応えましょう。力を見せつけつつ迅速に撃破するのです。行くわよ、ネオトラさん。の通じる相手じゃなさそうだ。手加減なしだ。真っ向よりかかれ。苦戦救援攻。苦戦上等。俺の血を刻み込んでやる。このまま走り続ける。ございますな。皆が死ぬ。はいはいと。じゃあ猿以上に耐えている。だがこうなった以上実現してもらわねば。勝家、ありがとうございます。それと地平は不思議な絆で仲間たちを結びつけているのだ。織田信長の妹としてあなた方を認めるわけにはまいりません。私は私のやり方で太平をなす。おいちさん、その覚悟、昇覧ください。開門。待機令聞かせてもらう。敵増援。我らに長期戦を乗り切る余力はありません。城に入る前に二打兵を討ち取るのです。敗北条件変更。敵増援。野牛の剣は天下の剣だもの。当然さ。戦力を見誤ったか。急げ。救援要請したい。ここで果てるわけには。お見事だ。戦力を見誤ったか。苦戦救援攻。俺は抗う。大波に飲まれようとも。
絶な救援見届けた。騎兵者がいたもんだな。面白い？私面白い？こんな格好だから？恥ずかしい。任せると。口じゃ恥じらってるが、凄まじい蹴りだ。ますます面白いね。なんという強さよ！できることをやるしかない。その兵法だ。
けにはくせん救援コースさえてきた苦戦上等俺の血を刻み込んでやる分かってくれとは言いませんが光秀さんは信長が憎かったわけじゃない承知していますさあ続けましょう光秀が憎いわけではありませんただ天下を追うというのはその覚悟を問わねばなりませんあなたの覚悟よく伝わりました自らの夢どうか果たしてくださいお市様ありがとうございますどうかこの光秀を見守ってくださいあなたのおっしゃることもよくわかりますですが考えてもみてくださいあなたも彼らも謀反人である私についてきてくれた命も家も何もかもをかけて言いたいこともたくさんあるでしょうだから私はなるべく皆さんの意見を尊重したいのです軍師当番制というのは良い落としどころだと思うのですがあなたの言いたいことはわかります特に私の娘は戦に向かないかもしれませんそっちょくに言うと心配ですですがあの子をのけものにはできませんあの子も謀反人の娘と呼ばれるのを覚悟の上で私についてきてくれたのです親子の情を捨ててしまっては人に優しい世を作ることなどできない。そう思うのです。